ロシアはますます孤立していきます。お疲れ様です。パーソナリティの春菜です。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、なぜベラルーシはウクライナに侵攻しない、ロシアが孤立し窮地に立たされるをお送りします。参戦を拒否するベラルーシ。ベラルーシはロシアと強い絆で結ばれており、ウクライナへの侵攻にも参加するとみられていました。しかしロシア軍にベラルーシからの援軍は来ないようです。もしロシアの同盟国であるベラルーシがウクライナに侵攻すれば、敗走し続けているロシア軍も持ち直すかもしれないという状況にもかかわらずです。この状況を理解するためには、まずベラルーシとロシアの複雑な関係性を紐解く必要があります。ベラルーシとロシアの関係は旧ソビエト連邦時代にまで遡ります。共通の歴史や文化、言語を共有する両国はソ連崩壊後も緊密な関係を維持してきました。1996年にはロシア・ベラルーシ連合国家が創設され、両国の統合が進められました。この連合国家は共通の通貨や軍事同盟、政治制度の統合を目指すものでしたが、実際には完全な統合には至らず、象徴的な存在となっています。とはいえ両国の関係は非常に緊密です。特に経済面での協力は顕著で、ロシアはベラルーシ最大の貿易相手国となっています。エネルギー供給や金融支援など様々な面でロシアはベラルーシ経済を支えているのです。またベラルーシはロシアにとって欧州への重要な輸出ルートでもあります。軍事面でも両国は密接に協力しています。定期的に合同軍事演習を行い、防空システムの統合も進めています。さらにロシアはベラルーシ国内に軍事施設を保有しており、これは NATO に対する戦略的な前線基地としての役割を果たしています。政治的にも両国は似通った体制を持っています。ベラルーシのアレクサンドル・ルカシェンコ大統領は1994年から長期政権を維持しており、その統治スタイルはロシアのプーチン大統領と類似点が多いのです。両指導者は個人的にも深い関係を保っており、国際舞台でも互いに支持し合っています。しかしこの関係にも課題がないわけではありません。ベラルーシはロシアへの過度の依存を懸念し、時折西側諸国との関係改善を模索することがあるからです。特に2014年のクリミア併合以降、ルカシェンコ大統領がロシアとの距離感を慎重に調整しようとしているのが見て取れます。またエネルギー価格や補助金をめぐる交渉は時に両国間の緊張を生み出すことになります。ベラルーシはロシアからの安価なエネルギー供給に大きく依存していますが、ロシアが価格を引き上げようとすると激しい交渉が行われることになるのです。さらにベラルーシの主権や独立性の問題も時折浮上します。ロシアが統合をさらに進めようとする動きに対し、ベラルーシ側が慎重な姿勢を見せるのです。ルカシェンコ大統領はロシアとの関係を重視しつつも自国の独立性を維持することに腐心しています。このようにベラルーシとロシアの関係は非常に緊密でありながらも複雑な側面を持っています。両国は歴史的、文化的、経済的に深く結びついていますが、同時にベラルーシは自国の利益と独立性を守るために慎重なバランス外交を行っているのです。この複雑な関係性がウクライナ戦争におけるベラルーシの立場にも反映されています。ベラルーシはロシアの同盟国としてロシア軍のウクライナ侵攻を支援する立場を取っていますが、同時に直接的な軍事介入は避けています。これは国際社会からの制裁を回避しつつロシアとの関係も維持するという微妙なバランスを取ろうとする試みと言えるでしょう。ベラルーシ国民の多くはウクライナとの友好を望む。ベラルーシがウクライナに侵攻しない理由を理解するには、ベラルーシの国内事情にも目を向ける必要があります。ルカシェンコ政権の不安定性と国民感情の複雑な関係がベラルーシの対外政策に大きな影響を与えているからです。まずルカシェンコ政権の現状を見てみましょう。1994年から長期政権を維持しているルカシェンコ大統領ですが、その統治基盤は必ずしも盤石とは言えません。特に2020年の大統領選挙以降、国内で大規模な抗議運動に直面しています。当時選挙結果の不正疑惑をめぐり、首都ミンスクを中心に数十万人規模のデモが発生し、これに対し政府は厳しい弾圧を行いましたが、国民の不満は依然としてくすぶっているのです。
このような状況下でウクライナへの軍事介入を行えば、国内の反発をさらに強めることになるでしょう。独立系メディアによる調査によれば、多くのベラルーシ国民はウクライナとの友好関係を望んでおり、隣国への侵攻に反対の立場をとっています。そのためルカシェンコ政権にとって、ウクライナ侵攻は国内の政治的リスクを高める行為となるのです。さらにベラルーシ軍の士気も問題となっています。ロシアとの合同軍事演習には参加していますが、実際の戦闘行為に対しては消極的な姿勢が見られるからです。軍内部でもウクライナへの侵攻に反対する声が少なくありません。そのためルカシェンコ政権は軍の忠誠心に不安を抱えています。無理な出兵命令は軍の内部分裂を招き、クーデターを起こされる恐れがあるのです。また経済面での懸念も無視できません。ベラルーシ経済はロシアからの支援に大きく依存していますが、同時に欧州との貿易も重要です。ウクライナ侵攻に加担すれば、西側諸国からの経済制裁は避けられず、すでに脆弱な経済状況をさらに悪化させることになります。ルカシェンコ政権はこうした国内の不安定要素を抱えながら、微妙なバランス外交を強いられています。一方でロシアの同盟国としての立場を維持しつつ、他方で西側諸国との関係悪化を避けるという難しい舵取りを行っているのです。ベラルーシの政治体制は表面上は強権的に見えますが、実際には様々な制約の中で綱渡りを続けています。国民の支持基盤が脆弱な中、軍事冒険主義に走ることは政権の存続そのものを危うくする賭けとなります。加えてルカシェンコ大統領個人の政治的計算も無視できません。彼は長年にわたりロシアとの関係を巧みに利用して自身の権力を維持してきました。しかしプーチン大統領の影響力が強まりすぎることも望んでいないことが透けて見えています。ウクライナ侵攻に加担すれば、ロシアへの従属度がさらに高まり、自身の政治的自由度が失われる恐れがあることも分かっているのです。このようにベラルーシの国内事情は複雑で、単純にロシアの意向に沿って行動できる状況にはありません。ルカシェンコ政権は国内の反発を抑えつつ、国際社会での立ち位置を慎重に選択し、こすく立ち回らなければならないのです。そしてベラルーシ社会の変化も見逃せません。若い世代を中心に西側諸国との関係改善を求める声が高まっているからです。インターネットや SNS の普及により、国民の情報へのアクセスが拡大し、政府の一方的な情報統制が難しくなっています。このような社会の変化はルカシェンコ政権にとって新たな課題となっているのです。さらにベラルーシの地政学的位置づけも重要です。ロシアと EU の間に位置する緩衝国として、両者の利害が交錯する場所となっています。この立場を利用してルカシェンコ政権は時に西側諸国との関係改善を模索し、ロシアへの過度の依存を避けようとしてきました。ウクライナ侵攻に加担すれば、この中立的な立場を完全に失うことになってしまうわけです。ベラルーシ人の多くがウクライナに親戚や友人を持っている。ベラルーシがウクライナに侵攻しない重要な理由の一つに、国民の強い反戦意識があります。この平和志向はベラルーシの歴史や文化、そして現在の社会状況に深く根ざしているのです。まずベラルーシとウクライナの歴史的なつながりを理解する必要があります。両国は旧ソ連の一部として長い間共存し、文化的にも言語的にも近い関係にあります。多くのベラルーシ人がウクライナに親戚や友人を持っており、両国間の人的交流も盛んです。そのためウクライナへの軍事行動は、自分たちの身内や友人に対する攻撃と同じように捉えられているのです。さらにベラルーシは第二次世界大戦中に甚大な被害を受けた経験があります。国土の大部分が戦場となり、人口の約3分の1を失うという悲惨な歴史を持っています。この経験からベラルーシ国民の間には根強い平和主義的な価値観が根付いているのです。他国への侵攻行為に対する抵抗感は、この歴史的背景から生まれているとも言えるでしょう。また2020年の大統領選挙以降、ベラルーシ国内では政治的な緊張が高まっています。選挙の不正疑惑をめぐって大規模な抗議デモが発生し、政権側の強硬な弾圧によって多くの市民が逮捕されました。このような経緯から政府の決定に対する国民の不信感は根強く、ウクライナ侵攻への反対意見はより一層強まっているのです。
加えてベラルーシ国民の間ではウクライナ侵攻がもたらす経済的な影響への懸念も広がっています。すでに西側諸国からの制裁によって経済的な打撃を受けているベラルーシにとってさらなる制裁は国民生活に深刻な影響を与える恐れがあります。そのため多くの国民は自国の経済的利益を守るためにもウクライナへの軍事介入に反対しているのです。ベラルーシの若い世代を中心に西側諸国との関係改善を望む声が高まっていることも重要です。ウクライナへの侵攻は欧米諸国との関係をさらに悪化させ国際社会での孤立を深めることになります。このような将来への不安も国民の反戦意識を強めている要因の一つです。ベラルーシ国内ではソーシャルメディアを通じて反戦メッセージが広く拡散されており、若者を中心に平和的な解決を求める声が高まっています。また国外に逃れた反体制派の活動家たちもオンラインを通じて国内の人々に情報を発信し反戦の機運を盛り上げています。さらにベラルーシ国内ではウクライナ難民の受け入れが進んでおり、多くの市民が支援活動に参加しています。このような直接的な交流を通じてウクライナの人々の苦境への理解が深まり、侵攻への反対意識がより強固なものとなっているのです。一方でルカシェンコ政権は国民の反戦意識を抑え込むためにメディア統制や言論弾圧を強化しています。しかしこのような強権的な手法はかえって国民の不満を高める結果となり、政権への反発をさらに強めています。またベラルーシ軍内部でもウクライナへの侵攻に反対する意見が優勢だとされています。特に若い将校や兵士の間では同じスラブ民族であるウクライナ人との戦闘に対する抵抗感が強く、命令への不服従や脱走のリスクも指摘されています。このような状況を踏まえ、ルカシェンコ政権は国民の反戦意識を無視してウクライナへの侵攻を強行することは国内の政治的安定を大きく揺るがす危険性があると認識しています。そのため表面上はロシアを支持しつつも、実際の軍事行動には慎重な姿勢を取らざるを得ないのです。さらにベラルーシ国内ではウクライナ侵攻がもたらす人的被害への懸念も強く存在します。多くの家庭が息子や夫、兄弟を戦争で失うことへの恐怖を抱いています。このような感情的な要因も国民の反戦意識を支える重要な要素となっているのです。またベラルーシの知識人や文化人の多くが公然とウクライナ侵攻に反対する声明を発表しています。彼らの影響力は無視できず、国民の意識形成に大きな役割を果たしています。加えてベラルーシ国内の宗教指導者たちも平和的解決を訴えています。特にベラルーシ正教会はウクライナ正教会との関係を重視しており、両国間の武力衝突を避けるべきだとの立場を表明しています。このようにベラルーシ国民の間では様々な要因が複雑に絡み合って強い反戦意識が形成されています。政府はこの国民感情を無視することはできず、ウクライナへの軍事介入を躊躇せざるを得ない状況に置かれているのです。バランス外交を心がけるベラルーシ。ベラルーシがウクライナに侵攻しない理由の中で最も現実的で切実な問題の一つが、西側諸国からの経済制裁のリスクです。この問題は国家の存続にも関わる重大な危機となる可能性を秘めています。まずベラルーシの経済状況を理解する必要があります。ベラルーシは旧ソ連諸国の中でも比較的安定した経済を維持してきましたが、その経済構造はロシアへの依存度が高く脆弱な面もあります。主要産業は化学製品、機械、食品加工などですが、これらの産業は国際市場へのアクセスが重要です。西側諸国からの厳しい制裁が課されれば、ベラルーシの主要産業は大きな打撃を受けることになります。特に EU や北米市場へのアクセスが制限されれば、輸出産業は深刻な影響を受けます。また金融制裁によって国際的な資金調達が困難になれば、企業の経営や国家財政にも支障をきたすことになります。さらにベラルーシの通貨であるベラルーシルーブルの価値下落も懸念されます。制裁によって外貨準備が減少すれば、通貨の安定性が損なわれ、インフレーションが加速する恐れがあります。これは国民生活に直接的な影響を与えることになるでしょう。一方でベラルーシはすでにロシアとの経済統合を進めており、西側からの制裁の影響を緩和する策を講じています。
例えばロシアからのエネルギー供給や金融支援を受けることで経済的な緩衝材を確保しています。しかしロシア自体が厳しい制裁下にあるため、この戦略にも限界があります。またベラルーシは中国との経済関係も強化しており、西側の制裁に対する代替市場の確保を試みています。しかし中国市場だけでは西側市場の代替とはなりきれず、また中国との取引も米国の二次制裁リスクにさらされる可能性があります。ルカシェンコ政権にとって経済の安定は政権維持の重要な要素です。2020年の大規模抗議デモ以降、政権基盤が揺らいでいるだけに経済的な混乱は避けたいところです。そのためウクライナへの直接的な軍事介入によってさらなる制裁を受けるリスクを高めることは避けようとしているのです。実際ベラルーシ政府は西側諸国との関係改善の余地を残そうとしています。例えばウクライナとの和平交渉の場を提供するなど外交的な取り組みも行っています。これは完全な国際的孤立を避けるための戦略の一環と言えるでしょう。このような状況下でベラルーシ政府は慎重な舵取りを強いられています。ロシアとの同盟関係を維持しつつ、西側諸国との完全な断絶は避けたいという思惑があるのです。ウクライナへの軍事介入はこの微妙なバランスを崩すリスクが高すぎるのです。結論として、ベラルーシがウクライナに侵攻しない理由の一つに西側諸国からの経済制裁リスクとその影響への懸念があると言えます。経済の安定は政権維持にとって重要であり、さらなる制裁は避けたいという思惑が働いているのです。自国軍隊のウクライナ派遣は拒否。ベラルーシは巧妙な外交戦略を展開しています。例えばロシア軍によるベラルーシ領内の使用を許可する一方で、自国軍隊のウクライナ派遣は拒否しています。これによりロシアとの同盟関係を維持しつつ、直接的な戦闘行為への参加を回避しているのです。またベラルーシは時折和平交渉の仲介役を買って出ることで国際社会での立場を強化しようとしています。2022年にはベラルーシの首都ミンスクでロシアとウクライナの代表団による和平交渉が行われました。このような行動はベラルーシが単なるロシアの傀儡国家ではなく、独自の外交方針を持つ国家であることをアピールする狙いがあります。さらにベラルーシは西側諸国との関係改善にも慎重に取り組んでいます。例えば欧米からの制裁に対して強く反発しつつも、完全な対立姿勢は取らず対話の余地を残しています。これは将来的な経済協力や投資の可能性を残しておくためだと考えられます。ベラルーシの外交姿勢は国際情勢の変化に応じて柔軟に調整されています。例えばウクライナ戦争の長期化に伴い、ベラルーシは徐々にロシアとの距離を置き始めているという指摘もあります。これは戦争の長期化がベラルーシ経済に与える悪影響を懸念しているためだと考えられています。このような複雑な状況下でベラルーシは戦略的曖昧さを維持することで両国との関係のバランスをとっています。つまりロシアに対しては協力的な姿勢を示しつつ、ウクライナや西側諸国に対しては直接的な敵対行為を避けるという方針です。しかしこの外交的バランスを維持することは今後ますます困難になる可能性が高いです。ウクライナ戦争が長期化し国際社会の対立が深まる中で、ベラルーシはより明確な立場を求められる場面が増えるでしょう。そのような中でベラルーシが取り得る選択肢は限られています。完全にロシア側につけば西側諸国からの制裁強化は避けられません。かといってロシアとの同盟関係を放棄すれば経済的軍事的な支援を失うリスクがあります。したがってベラルーシは今後も慎重な外交戦略を続けると予想されます。具体的にはロシアとの同盟関係を維持しつつ、西側諸国との対話の窓口を閉ざさない姿勢を取り続けるでしょう。同時にウクライナとの直接的な軍事衝突は極力避けようとするはずです。つまりベラルーシがウクライナに侵攻しないという選択は、単に現在の危機を回避するだけでなく、国家の将来の方向性を決定づける重要な決断となっているのです。この選択を通じてベラルーシは国際社会における自らの立場を再定義し、より安定した繁栄した未来への道を開く機会を得ようとしていると言えるのです。そしてこうした状況により、ロシアは起死回生の手段がなくなり、崩壊へと進んでいくこととなりそうです。あなたはベラルーシが参戦しない理由についてどう思いますか？
ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。